ごいね、これね、なんかね、火が。そうだね、台風の影響だろうね、去年のね。そうだね。うん。ねえ。いやー、着きました。重かったー、今日はこの荷物が。すげー重たいんだよ、これ。とにかく重たいのはなぜかというと、これ、昨日のコマセが全部残ってる上に、今日のコマセまた新しいのが入ってるから、コマセ全部で、餌10キロ、今日は。餌10キロだよ、10キロ。ほら、これ今日の餌。これが昨日の残り、これ全部持ってきたんで、うわー、重たかった。すげー重たかった。あ、来やすい釣り場だけど、久々になんか、はぁはぁ言っちゃったよ。10キロも、コマセ持って、これで、まだ時間早いんだ、今な。何時、ほら、まだ早い。ね、1時25分、ね。これから夜、まあ、9時か10時頃までここで釣りましょうね。5メーターの玉網が確かその辺まで行けば届くんだよね、今日はそっちにも行けんだろう。あ、ここにロープが設置された。あ、前よりちょっと行きやすくなってるわ、そこ。うんね、ロープ設置されてるよ。前はなかったけど、あ、そこの正面でも釣れる今日は。よし、その鉄筋ね、なんか、まあ気をつけた方がいいよ。横になってる鉄筋は。まあ一応乗っかっても大丈夫だとは思うけど。結構大きいね、今日のはね。そうだね、こうやって大きい木やな、このコマセからいくらでも取れるから。これでより分けたら、あとで味の素かけてやればバッチリ。魚が釣れればバッチリ。これで魚が釣れないと給食係、また給食係。サバがもう、サバ小さいんだ。小さいですね、みんな赤くなさい。なんかここから下、この上から見ると下にはなんかあの白子鯛みたいなのがいっぱいいるね。あ、そうそうそう、あの際はね、白子鯛。もうコマセ一回も前じゃないんですけど、ポチョンと入れると白子鯛が際からふわーね、白子鯛がいっぱいいるよね。それは見えた。
とこのように特大サイズのサバをさらに3匹追加したのでありました。やったね。これで私はサバ屋社だよ。はい、はい、祝賀会の会場です。サバ祭り祝賀会会場にやってまいりました。じゃあ、勝者、今日はメジナを釣った、ね、勝者のメジナ。30センチのメジナ。やってました。おめでとう、おめでとう。私、はい、メジナの顔って、メジナってなんだっけ、鳥の名前？あれ、メジロだよな、メジナ、鳥だよな。確かな、俺、忘れました。メジナの顔は忘れた。サバの顔はしっかり覚えました。はい、ありがとう、お疲れ。全校で終わり、負けました。はい。ぐらいの持って帰ろうかなとは思うんですけど、今日釣れたやつは40センチのサバを6本もキープした後のビールは苦い。苦い。椅子にへたり込むように。いいよ、ね、俺らには酒がある。な、俺らには酒があるね。今日ほら見てくれ、エビもある。俺らには別個寿司もあるな。それにハンバーグだってあるぞ。ハンバーグ、翔さんのチョコだって。あ、チョコレート。あ、今日バレンタインだからチョコレートもあるぞ。これはいただきます。サバからのチョコレートです。ありがとう。それにほらシチューだってあるしな。サバあ、サバサバ嬉しい。サバね、ほら、それにアジの作りもあるね、煮つけもある。じゃああとは手酌でね、あとは手酌で。メジナ釣ったのか、いいな。30センチでもこう釣れりゃもう最高だよな。その後のバラシが、あ、バラシね、一発な、1キロかもしれないっていう。かもしれない。まあそうなんだよ、そういうね、バラしたやつはでかいんだよ。1キロかもしれない。でもデカサバだったかもしれない。足元で急にこう、あ、そうかそうか。まあでもサバじゃないな、確かだな、それな、うん、サバじゃないな、確かな。メジナ釣れた同じパターンですぐ後だったから、じゃあイスズミだよ。イスズミだよ、そんなの。イスズミ決まってんだろう、そんなの。それに今日も言っとくけど、一列は担当ですからね、お願いしますよ。一列ちゃんと一列、ね、昨日はあれですよ、5時までかけて短縮したんだよ。5時な。あれがちょっと厳しかったな。俺しびれちゃって、朝起きたら10時10分ぐらいだったんだもん。まあ、驚いちゃったよ。まあ、宅急便送らなきゃいけないの、11時までとか言うのにさ。俺ちょっといただきます、いただきます。10時半の、ジェット船なら乗り遅れてるからですね。な、全然乗り遅れて。5時まで酒飲むやついるかよ。まあこれアーモンドな、アーモンドのベコ寿司いきます。これ何、ね、こうしてビーッとこうして、ほら、なるほど、おしゃれな食い方で、おしゃれな、ね、歩けなくなるんで。あら、あら、やっぱりこれは、これ間違えた、かけた方がいいんだ。かけた方が、でこれ取り皿にしよう、これね、こうやってピーってして、はい、まあ、全部食っちゃうと焼酎の果てがなくなるから、まあ取っといてね、先にこういう肉類を。今日はでも5時までっていうのはダメだからな、今日5時までさ、明日帰れなくなっちゃうからな。もう一泊してまたサバと遊ばなきゃいけないくない。それはやばいからよ。あ、腰がとか言ってる人がいます。腰が、おじいちゃんだですが、今日ギクって来たんだろ、ね、薬飲んだと、もうビールが長かったんで、これ、行きましょう、ね、今日は、今日はとにかくサバ祭りの祝賀会だからよ、遊ばな。我らサバ釣りマニアとしてはな、今日はサバ釣りに来たんだもんな、俺らな。そうですよ、そうですよ、そうですよって言ってるよ。そうですよ、サバ釣りですよ、当たり前ですよ、サバ釣りですよ。これ入れちゃえ、これなんだ、これはでもか、これはいいや、じゃあこれ、まず、まあいいや、もう焼酎先入れてさ、なんか、もう細かいこと言わないでさ、先にお湯だの焼酎だのそんなのいいんだよ、どうでもな。胃の中に入っちゃえば同じなんだ、血液に入っちゃえば同じなんだ、血液に入っちゃえば。はい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 、あ、こんなのいいか、ね、あんまりいっぱい入れないです、こんなのね、はい、じゃあこれよ、よし、じゃあ、はいはい、腰のために、ね、腰にいい焼酎を、はいはいはい、メジナ釣った正体勝利ね、はい、今年はサバ6本も釣って勝利。
嬉しいよ、今日はサバ釣り来たんだもんね。そうですよ、うん、サバね、そうですよ、当たり前ですよ、そうですよ当然ですよ、サバですよ。これでサバ、ほらこれな、これこれはうまそうだな。でもな、このサバはでも大島のサバじゃないような気がする。このこういう切り方してやんの。湯がなさそうだったからこれちょっと入れてくる。ああ、はい、ありがとうございます。これはこっちにそれでこうピュッて入れてな。これこのサバだとこれ なんつったっけ、この切り方なんか、あの 目のところでこう切っちゃうの。よくさ、スーパーマーケットで売ってる着物とか、こう目のところでこう切ってあるの。頭のこう、これ何の効果があるんだかね。ここにさ、口のこの開きにしたやつを、これはこうみりん干しでしょ、ごまがくっついてるから、を目のところで切ってあるの。あの普通の着物も目のところで切ってやるやつあるよ。だから目がないのかな、一応目がないんだよ。で目があると、うん、食べるときに目が合っちゃうとなんかちょっと嫌な感じがするから、お前が殺したのかとか言われてさ、だから目がないのかな、なんか理由はあると思うんだけど。な、切り方の名前もあるよ確か、なんとかってなんかね確か書いてあった。うんうん、サバは好きだからスーパーマーケットで結構あの干物のサバ、あのノルウェーとかのサバ美味しいじゃん、すごい。ノルウェーとかが輸入してるサバ、あの塩サバっていうか、いちょっとあそこはあんま使わないですね。あ、そう、うん、割と399円とかで売ってんだよ、あれ。すげえ脂乗ってて美味しいんで、ね、釣ってまでも買ってまでも食うのか、釣ってんのにみたいな感じだけど食っちゃうんだよね。でもそれが大体こういう切り方してあるよ、うん、そう、目がないの、目がないの、だから目が合わないようにな。目が合うと怖いだろやっぱりこれもこっち側同じだ。頭側だ。うん。頭側。いや、そうだね。うん。そうだね。あ、そうだね。尻尾側もだからどっかに行ってんだよ。どっかに。どっか行っちゃったんだ、尻尾が。どっか行っちゃったんだ、どっか行っちゃった。これはでも美味しいと思うよ、これ。うん。これ多分、ノルウェーのじゃないの、違うかな。大島のかな。大島のじゃないんじゃないかな。これはでも、もしかしたらチンした方が柔らかくなるかもしれないけど、ちょっといいのかな。柔らかく。うん。うまい。ごまさばじゃないだろ、これ。ごまさばもこういう風にしてここに切って、これで目が合わないようにそっと食っちゃえばいいんだ。目が